アポフェニアの利点。アポフェニアとは、無作為あるいは無意味な情報の中から規則性や関連性を見出す知覚作用のことで、直感やひらめきの能力を指すこともあります。アポフェニアの例としては、雲の形から動物や顔を見るとか、偶然の一致を意味あるものと考えるなどが挙げられます。アポフェニアは、人間が自然界の秩序や意味を探求する本能的な欲求から生じると考えられています。また、アポフェニアは、不安や恐怖などの感情を軽減する効果もあると言われます。不安や恐怖を感じていた心が落ち着き、安心感を得ることができます。しかし、アポフェニアは、誤った情報や偏見を生み出す原因にもなり得ます。それには、星座占いを信じすぎると、自分の性格や運命を誤って解釈してしまう例があります。アポフェニアは、人間の心理にとって重要な現象ですが、その一方で、注意すべき点があることも理解しておく必要があります。アポフェニアの利点を考えた場合、不安や恐怖などの感情を軽減することもありますし、創造性を高める可能性もあります。アポフェニアを活用する際には、利点と欠点の両方を理解し、適切な判断を行うことが重要です。アポフェニアによって、無関係な事物の間に新しい関係を見出すことができるため、新たな発想やアイデアが生まれる可能性があります。一方では、調べた情報などを信じすぎると、都合よく正しいと思い込み、誤って解釈してしまう可能性があります。人間は、偶然の一致を意味あるものと捉えて、現実の課題から目を背けてしまうことがあります。このように、アポフェニアは、人間の心理にとって重要な現象ですが、その一方で、注意すべき点があることも理解しておく必要があります。月を見て、ウサギが餅をついているように見えて、物語が浮かんでくるのは、アポフェニアです。どうしてウサギが月にいるのか、良寒は神の慈悲と結びつけ、どうしてウサギは跳ねるのかと、月の重力のことと結びつける人がいます。